平松愛理さんの部屋とワイシャツと、間違った、なんだ平松愛理さんの部屋とワイシャツと私という歌を歌います。この歌はですね、これから結婚する女性の気持ちを歌った歌かな。ずっと私のこと大事にしていてね、愛していてねっていうお願いの歌です。歌詞に注目しながら聴いてみてください。Yeah.
挨拶をしていくと思いました。